はい、じゃあそうだね、今日もソラリネやっていきたいと思います。敵は結構いますね。で今回は、はい、こちらが今回紹介ですので、こちら違う、ちょっとこの飛行機が来たら激戦区になっちゃうから、あのおすすめの高画質で紹介しようと思ったけど違うな。飛行機があるときは覗くんだけど、ここがおすすめの高画質です。やば、はい、ナイスロボットたち。マジで頼りになるな、このロボットたち。おまけにシルバーサーバー、戦ってる。シルバーサーバーが欲しいところ。ドローンあと2個。宝箱もあるじゃん。今一緒に壊したけど。どこだ？な。今のアサルトどこだ？チャーしようか。おデビート。今の当たんないの。今あれ俺。マジか。さすがにエイムあり今のは。ここ下げ目あるからね。下げ目あってアイテムもゆっくり漁れるから、あのおすすめ高画質なんですけど。今回違いますね。もうゆっくり漁れる場所だよね。おいしい、これも。今結果楽しく遊べてるから、ここおすすめ高価値点ですね、この試合も。ロボットがすごいな、無限についてきてくれる。普通にハックが強い。うこいつもハックしてるな。おお、なんかチャージョの強みが出てるな。チャージョ強え。普段ポンプしか使わねえけど悪くないな、まあ、悪くないけどサイドグレードしよう。いやポンプ使ってたらマジでチャージョの使い方忘れる。たまにしか持たへんから基本サイドグレードするし、大会とかでチャージョ持ってるときは口で俺はチャージョ俺はチャージョって何回も唱えてる。全然使い勝手、で使い方違うからね、ポンプとチャージョ。あ、てか下げ目、おすすめ効果地点紹介しに来たのに俺下げ目使ってねえわ。うわ、全然魅力的じゃない紫武器が並んでる。何あれ、どうなってるのあれ。ちょっと村っぽにしたいなこれ。さあこの地下でサイドグレードしていく。てか俺がハックしたロボットでバレてんじゃんこれ絶対。俺の場所、うっ、金スカー隠されてんだけど。ハックすげえ、これ当たり負けした。危ねえ。
配線の暴力、壁階段同時取り、あの人呼ぶか、あんた呼びましょう。いや見えな、え、ラマグライダー強い、まだだからだと本体が全然見えない。あ、消えちゃった。強いぞラマグライダー。あ、アンチあっちかよ。やうやん。あ、壊れないんだけど、これ What?適当に屋根差し込むだけでショックウェーブ使えなくなるからね、結構強いね。ブッシュとブッシュのブッシュ、どっちのブッシュにもいるんだけど、敵草見えてますよ。超ロー HP だと思う。時間あるし、あの人もやりに行こう。バウンサーねえのか。いける。丸外しすると正直運ゲー。うっ、マドン。時間があれなんで、もう一回引かせていただきます。時間押してるんで。ちょっとアイテム引いてんな。あ、これ乗っちゃおう。来ないでそう。よし、こやつなかなか強かった。
多分このマッチで一番強かったな。オデの次にもうバウンサー9枚になった。ゼロからオデがオデだ。あ、これさっきの糸だ。俺弱。